そ,そろそろ大河ドラマで鈴木が書いた河川が出てきます予習にどうぞ姉川の4人大絶賛発売中鈴木喜一郎作家ラジオ <noise> 今日のテーマは <noise> ドントブリーズに見る面白さはストーリーやアイデア以外のところにあるよ 今日は映画の話です。えっと、アマゾンプライムで、アマゾンプライムじゃない、ネットフリックスで、ドントブリーズ、スティーブン・ラングが主演のホラー映画を見たんですけども、まあそれを見て、えーうん、小説についてつらつら考えて、まあそんな話です。えー、テーマ通り、ストーリーや面白さ、ストーリー、 だとかアイディアが分かってても面白いって何だろうっていうことも、まあ、これ見ててちょっと思ったのでねというまあそんな話ですどんな話かっていうとこれ2016年に2016年のアメリカ映画なので古い映画なんですよだからまあこう で、ちょっと調べれば、もう、とっくにいろんなところでネタバレされてます。んで、ストーリー自体はシンプルです。えー、デトロイトに住んでる、うん、主人公たちが、えー、こう、目の見えない独居老人が郊外に住んでいて、どうもその人が、うん、お金持ちらしいと。 をいう、ことで、じゃあ、もう、一発逆転を狙って、その家に、強盗に、押して、現金取っちゃえっていう。まあ、そんな話です。で、で、して現金を取りに行くんだけど、帰り討ちに会うっていう。まあ、そういう、ごくごくシンプルな話で、物語の方は、その、押し入る強盗たちの視点から進んでいくと。 そういう、そういう話です、うん。で、あの、イントロがね、結構かったるいんだよね。その、主人公の強盗たちが、ああ、結構貧乏でやるせない生活を送っていて、で、でこう、まあ、みんな、ほぼほぼこそど泥で、 小物ばっかりなんだけど、そのデトロイト、もうデトロイトって今、車用産業の街なんだね。えー、こう、毎日毎日やらせなくて、とにかく、じゃあ、カルフォルニアに行って一発当てようぜ。そのためのやっぱり資金っているよねっていう時に、ええー、と、 娘を引き,引き殺されてしまって、その賠償金をたくさんもらった老人が郊外に住んでると。ん,んで、まあどうも現金うちに置いてるらしいぜとかっていうようなことで、じゃあ教えろよっていうような、そんな話をしていくっていう。そういうふうです。ん,んで、こう、 ネットフリックスのおすすめがね、えっと、ドント t リーズの2の方が先におすすめされたんだけどお、まあ2が出るんだったら1の方は面白いだろうと。<laughs> まあ大体そうなんだよ。で、そういうことなので、で、先に1の方がネットフリックスで公開されていたので、 じゃあ見ようかっていうことで見てみたんだ。で、見てるんだけど、最初、たるいもんだからさ。まあ、面白くないわけではないので、まあ、見ながらこう、ちゃ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 っとこう、うん、あらすじをさ、ストーリーをググるわけよ。ほう、そうすると、 ああ、こういうストーリーねと思ったんだけど、まあ、じゃあもういいかとかって思ったんだけど、まあ、なんとなく見てるうちにこう引き込まれてっていう。んで、もう予想通りの展開です。で、これね、こうミステリーっぽいような作りだけど、ホラーです。うんと、この独居老人という、その、 人が、まあ、元軍人ということを、で、この人がモンスターの扱い。えー、例えば、ああ、ホーラーで言うとそうだね。えー、エイリアンだとか、プレデーターだとか、古いな。ああ、そういう、その、なんだかわからないけど、不気味な、ああ、化け物っていうような扱い、そういうポジションに置かれている、 で、ストーリー的にはシンプルです。この押し込んだ強盗は、強盗が、えー、お金を取って、そして、えー、そして無事に逃げ出すという、そういう目的です。で、まあ、えー、強盗が、まあ、強盗に入って金を盗み出して逃げ出すんだから、 まあ、後味の悪い話になるんだけれど、まあ、これが、ちゃんと、うん、あまあ、こいつから取っても当然だよねっていうような、まあ、そういう工夫にはしてあります。そういうストーリー上の工夫はしてある。設定上の工夫はしてあるんだけどね。で、基本、この彼らがどうやって、 その強盗がどうやってこのモンスターの目を,のを逃れてそして、えー、逃げ出すかという,うまあそういういです。んでその目的を達成するためにそのいろんなハードルが出るという本当にそのハリウッドの ハリウッド映画って基本みんなセオリー通りに進んでいくので、ストーリー自体はセオリー通りに進んでいきます。で、なんでこれ面白いんだろうってやっぱ見ていくんだけど、そういう、そういうところチェックするからさ、我ながらいやらしい見方だなと思うんだけど、まあそうです。暴力シーンがいっぱいあるんだけど、セックスシーンはない。えー っていうまあ、そういういことですなでやっぱりね、あのー、主人公たちはどれもその主人公の視点で描かれるということもあって主人公って割と個性ないですうんまあいろんな理由付けがされているけどねんで主人公の魅力というのは、まあ、わざわざ え、削られて作ってるかなっていうふうです。で、圧倒的なやっぱり理由って、どこに面白い理由って何だろうっていうことなんだけれども、やっぱりこの、うん、モンスターの扱いにされる独居老人ね、うんと、60代から70代ぐらいかな。 あ手榴弾を受けて目が見えなくなったっていう、うそういう設定で、そのモンスターとしての扱いは、その、モンスターとしての欠点、弱点っていうものは作ってあります。で、あと、元軍人、湾岸戦争の英雄だったらしいんだけど、 うこう、目が見えないのに、目が見えなくて、ええー。っていう設定だと、座灯市のようなス,トスーパーマンって連想しがちなんだけれど、そこまですごいスーパーマンではない。見えないところは見えない。えー、行動範囲というのは自分の家の中。自分の家の中については、 とてても詳しく知っているのでどこに何があるのかは分かっているんだけどだけどそのイレギュラーな突然の侵入者が来た時にその侵入者がどこにいるのかとかっていうと息を潜めていると分からないまあだから「Don't Breathe」っていうタイトルになったんだけどね。んんでこう銃をいつも持ってるんだけど。 この銃も意外と外とれるんだよ、ね、で素手での格闘という場合でも素手の格闘はあ素手での格闘はかなり強いんだけれどそれでも一歩離れてしまうと分からないその殴る蹴るという場合でも殴る蹴るってほら目見えないと難しいので相手を掴んだ状態で殴り倒すとかそういうようなところです。 んで、こう、主人公たちが息を潜めていると、こう、このモンスター老人というのが気がつかないので、そういう点でも、こう、サスペンスが出てくるっていう,うん、そういうところです。で、決してこの、この老人って、 あむしろ小柄なんだよねで。小柄で猫背で。っていう、まあ、そういう不気味な雰囲気がこう常にあるっていう、そういうところです。んで、見てると、お前らこんなところでごちゃごちゃしてねえでさっさと逃げろよっていうようなことを。 こう、ストーリー的には思うんだけど、そうじゃないように思わせるっていうような畳みかけ。あ、もうすぐ、あ、ここで逃げろ逃げろっていうところで、こう、突然なんかこう、ハードルが上がるとか。セーリー通りだけども、やはり見てしまうっていう、う、ところだね。で、ね、こう、やっぱ、 登場人物たち、その、デトロイトの街中っていうのが、こう、かつてね、デトロイトというのは、自動車産業が盛んなところで、えっ、ー、と、30年、40年ぐらい前かな。ああ、ロボコップっていう映画が出てきたときに、その、 その頃からそろそろ車用産業っていうのがあったんだけど、そのロボコップの時代に、その日本車に押されて、あの、デトリートって自動車な、自動車産業の街だからね、日本車だとかにこう押されて、だんだん錆びれていっているっていう,う,う、まあそういう社会背景が出てきている,るっていう、まあ、あの、トランプがね、すごい勢いでし、 あの支持されてるんだけれどあれ何で支持されてるのかっていうのはこうあのデトロイトのそのさびれっぷりを見ているとああなるほどなっていうことを思わせるようなそういうやっぱ画面の説得力っていうよりも画面情報ってすごく多いからねそこら辺はやっぱり、えー、いろいろ思います。 へえ。んで、死人が一人二人しか出てこないのか。あ、三人か。三人ぐらいしか、あの、死人が出てこないんだけれども、やっぱ、あの、これが痛そうなんだよね。こう、同じように死人がパカスカ出てくるのでも、おー えー、ブラッド・ピットが出てきたブレット・トレインっていう映画がであったんだけど、あれは次から次へと人が死んでいくんだけど、別に痛くないんだよね。ええー、あ、これは死ぬっていうことの記号だよねっていうことで楽しんで見れたんだけど、これは一人一人のこう、おなんていうの、死に方、殺され方が、こう、そのすごく痛い感じがする。そういう、 その演出の仕方ってどういうふうに違うんだろうとかっていうのは、やはりどういうふうに違うか、それをこう文字にして表すとどういうふうにするんだろうかとかっていうことは見ながら思うことって結構あります。やっぱりあの、小説家出版社の原稿を読んでいるとこう、特に脚本から来ましたっていう人の場合だと、そういう 人物の描写だとか、ディティールだとか、そういったものがすごく存在で、ええー、これ本来、これ、その、そう、あらすじだけしか作ってないよね。っていうことって結構あるのでね。ええー、やっぱり小説というのは、ああ、 忘れられてるけど、総合芸術なので、文字しか書かれてないけどね。だからそういう背景だとか、そういうストーリー以外のところにもちゃんと目配りすることって大事だよねっていうことを、映画を見てて思うのも変な話なんだけど、映画は比較的そういうところってわかりやすいからね。ハリウッド映画っていうのはもう特にもう その決められた通りに話が展開していくのでそこでやっぱり面白いか面白くないかあの差がそれ以外のストーリー以外のところで出てくるからさそれをやっぱチェックするのって結構大事だったりします。でそれを見てる時に自分がどう反応してるかって意識することって大事だよね。こう面白ければもう何もほったらかしにして夢中にしてる見るんだけどまあ 大体いいこれいいやと思って、えー、飛ばすとか、まあ、途中でやめちゃうとかっていうことが、えー、1000円払って見る映画っていうのは、1000円っていうか1200円払って見る映画っていうのは、まあ無理くり最後まで我慢して見るけど、その、アマゾンプライムだとかネットフリックスだとかのサブスクの映画だと、つまんねえなと思ったらさっさとこう、 こう、離脱しちゃうからね。まあ、そういう離脱する。だけど、つまんないなと思いつつ、まあ、これどうなるのかな、とかと思いながら、ええー、とりあえず、手元のスマホでちゃちゃっと、こう、あらすじを見て、あこういう筋か、うん、こういうふうに展開していくのか。どうしようかな、とか、うん、ここ飛ばしていいやって、飛ばし飛ばし見るか、 まあ、あら、筋分かったから、これでいいやって思うか、筋が分かったけど、うんー、でも、やっぱ見てみようかとか、まあ、そもそもそういうものを見ないとか、その違いっていうのは、やっぱり自分がどう反応してるかっていうのを意識しながら見るっていうのも結構大事だったりしますよね。ええー、あの、 小説を書くのに小説を読まなきゃいい小説が書けないのは当たり前なんだけれど、小説だけ読んでても小説は、いい小説は書けないということも、まあ、一つの事実ではあるのでね。えー、ここら辺の話はすると、結構、うまく伝わりにくいけどね。この番組のおたり、ご質問を募集しています。 Google フォームで特命ボックスを用意しました。<laughs> 概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてください。あ、くださると嬉しいです。鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、横両者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 自己申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、え今日の鈴木喜一郎サッカーラジオ、そんなところで、ではではでは。